ドキッと情報です。家のリフォームを検討されている方にぴったりの会社をご紹介します。ゲストは日本総合ホームセンターの藤井さん、三藤さん、西田さんです。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、日本総合ホームセンターの藤井です。三藤です。西田です。よろしくお願いします。お願いします。さて藤井さん、改めてなんですが、はい、日本総合ホームセンターとはどのような会社なんでしょうか。はい、おかげさまで創業24周年となり、関西で奈良をはじめ大阪、和歌山、京都、滋賀に8店舗ございます。奈良では大和郡山市に奈良北店、大淀町に奈良南店を展開しております。主に水回りをはじめ、全面リフォームから内装、外装、外壁、屋根など総合リフォーム専門店として地域に特化したリフォーム会社を目指しております。はい、日本総合ホームセンターとしての特徴というのはどういったところでしょうか。はい、自社完結型のサービスで中間マージンが発生しないため、お安くリフォーム工事をご提供できます。またお客様のご要望を第一に受け止めて、理想に近いリフォーム工事を目指しております。ペット愛好家の豊かで楽しい暮らしのために、人とペットも楽しく過ごせ、暮らしやすいリフォームにも力を入れております。それでは実際にリフォームを依頼した場合には、どのような流れで工事が完了するんですか。はい、まずお問い合わせ、ご相談からヒアリングを受けさせていただき、場合によってはショールームにて商品の選定をしていただき、無料で現地調査からプランのご提案、お見積もりを提出となります。ご契約いただいたら、工事の具体的なお打ち合わせ、日程を決め、工事お引き渡しとなります。もちろん工事後のアフターフォローも万全です。それは安心ですね。はい、そして藤井さん、はい、今回奈良テレビで放送されている CM が新しくなったんですよね。はい、ではこちらの CM をどうぞ。水回りから内装、増改築、ペットと暮らす快適な住まい、外構、外壁、屋根までリフォームするなら、ご相談、現地調査、見積もり無料の日本総合ホームセンター。はい、とっても可愛いマスコットキャラクターが印象的ですね。それではですね、最後に店舗などのご紹介をお願いします。はい、ご自宅のリフォームなどをご検討の方は、お近くの奈良北店、もしくは奈良南店にご相談ください。連絡は共通のフリーダイヤルにおかけください。また毎月ショールームや店舗でイベントを行っています。直近では奈良南店で8月23日から、東東奈良ショールームで9月6日からの4日間イベントを開催します。ご来場、お見積もり依頼でプレゼントがございますので、皆様ぜひお越しください。ありがとうございます。今日は日本総合ホームセンターの藤井さん、三藤さん、西田さんにお越しいただきました。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。以上、ドキッと情報でした。